表示部に C2 が点滅し、運転が中断しているのは排水ができないためです。排水ホースにねじれやつぶれがあるとき、また排水ホースやその先の排水口に糸くずが詰まっているときなどが原因です。点検のポイントを説明します。一時停止ボタンを押してからご自分で点検ができる場合は点検をしてください。最初は排水ホースの点検です。洗濯機の下や横から見える排水ホースが無理に曲がって潰れていたら直してください。途中で15センチ以上高くなっていたら低くしてください。次の点検は特に詰まりやすいホースの先の排水口の中です。排水口の中を点検して詰まった糸くずなどを取り除いてください。点検が終わったらホースを元通りしっかりと取り付けてください。スタートボタンを押せば運転を再開します。糸くずが溜まりやすい場合や清掃しにくい場合は別売りの糸くずボックスのご使用をおすすめします。